川の対戦。あ、ここはインコースに来た。岡本どうだ、レフトへ伸びた。3年連続30号をスリーランホームランで決めました。球団生え抜きでは松井秀喜さん以来の3年連続30号。ホームランランキング単独トップ、30本の大台に乗せました。らしいね、やっぱりね、あのボールをあそこへ持っていけるサイドというのはなかなかこの打席は来てなかったんで、はい、その前はちょっとややインサイドを打ってますから、気持ち的にやっぱり外に意識があったのかもしれないですね、はい、まあ、やや真ん中からちょい外ですけどね、まあそこまでしっかり飛ばせるんですからね。